あはいよろしくお願いします、えー、今回は「江戸時代と現代の極太書体」というタイトルでお話しします最初に少しだけ自己紹介を、えー、と石川智子と申します東京にあるタイププロジェクトというタイプファウンダリーで和文担当のタイプデザイナーをしています、えー、タイププロジェクトでは今「金シャチフォントとの」という極太書体を開発中です キンとのトトについてはこの後紹介しますはいまず極太書体について極太書体は筆角がとても太い書体です存在感が強く目立って印象に残りやすい文字です太いだけでなく文字サイズも大きくして短いフレーズを組むのに向いています看板や広告本の表紙ウェブのトップ画像 見出しなどで多く使用されますそのような特徴があるのでグラフィックの一部として機能し遠くから見つけた時に読む前でも文字の形から表現したい雰囲気が伝わりますそのような極太書体のうち本日は日本の江戸時代で発達した書体通称江戸文字と日本の現代の極太書体大きく2つに分けて紹介していきます。 はいこのあと鑑定流、相撲路、籠地といった書体を紹介するのですがその前にそれらが発達した江戸という環境について少しお話しします。はい江戸という言葉には地域と時代2種類の意味がありますまず地地域域にについて江戸とは東京の元になった地域です。 現在の東京の中心部が江戸と呼ばれていました次に時代について1603年から1868年の265年間が江戸時代です日本では長らく戦乱が続いていたのですが江戸時代の265年間は社会が安定してさまざまな文化活動が活性化します それえー、大衆の間にも娯楽や読み書きが広まりました歌舞伎や相撲といった大衆芸能が発達しそれらと共にある広告や看板に施される文字にも思考が凝らされるようになりました、えー、そうして歌舞伎なら鑑定流相撲なら相撲字といった専用書体が登場しましたちなみに1800年頃というのは 西洋で広告用にフファットフェイスが登場した時期ででもありますでは鑑定流からお話ししましょうえ今日では日本の伝統芸能とされる歌舞伎ですがラジオもテレビもない江戸時代当時の歌舞伎は音楽やファッションなど流行の最先端をも担う人気娯楽でしたえ歌,舞伎はえ歌舞伎の役者は今で言うとアイドルのような存在だったそうです その歌舞伎の看板や番付などを書く書体として発達したのが鑑定流です。えー、文字の形を見ていきましょう。鑑定流は太い筆に濃い墨をどっぷりつけて書きます。くねっと曲がった起筆、うねりのある骨格が特徴です。はい、でえっと次のスライドから実際の使用例を見ていきますが、ちょっと次に映す画像のみ。 著作権もとよりウェブサイト、SNS などで大きく映さないようルールがあるので皆様もご協力お願いします次に映すスライドのみですはい、江戸時代約200年前の顔見せ番付ですその劇場に出演する役者さんを紹介するものです下半分が役者さんの姿へ上半分には役者の名前が官邸流でみっちりと書かれています こちらは現代、今年の3月にあった公演のパンフレットから。演目名と役者名が書かれたページを抜き出しました。文字をちょっと拡大します。はい、現代では官邸流のデジタルフォントも存在していますが。この原稿は一文字一文字、手書きで生活制作されています。はい、次にスモージです。 現代でも江戸でもスポーツ観戦は代表的な大衆娯楽です江戸時代相撲は熱狂的な人気を集め感染に熱くなるあまりお客さん同士の乱闘が発生するのも珍しくなかったと言われています相撲時はその相撲の番付けを確保か取り組みの発表など相撲の興業の各所で使用されています はい、先ほどは鑑定流をうねるような骨格と紹介しましたが相撲地は逆に直線的な骨格をしています筆格は抑揚をつけずに太くどっしりと書かれます巨体の力士がぶつかり合う力強いスポーツである相撲の性格が文字にも表れていますこちらは江戸時代約200年前の大相撲番付です力士の地位と 出身地、そして名前が書かれています。地位の高い力士ほど、大きく太い文字で書かれます。こちらは現代、今年の4月に発表された大相撲番付です。200年たった今でも同じようなレイアウトで書かれています。文字が細かいので一部拡大します。もちろん書体はスモージです。 現代でも、えー、現代ではスモージもデジタルフォントになっているのですが、この番付は、えー、原稿が手書きで一文字一文字書かれています。はい、カゴ字です。カゴ字は漢字流やスモージと少し性格の違う文字で、特定の文化の専用書体として始まったものではありません。看板、扇雑誌、反転など、文字を目立たせたい場面でよく使用されます。 細い筆で輪郭を取ってから中を塗りつぶすという方法で描くのがかごじです。ほぼ一筆書きにする鑑定流や相撲字と違って鑑定流はあ間違えました。か？ご字は一筆書きにするものではありません。レタリング的な書体です。こちらは江戸時代の千社札です。 もともとは神社や仏閣に参拝した際に、建物へ貼り付ける自分の名前が書かれた札でした。それが江戸時代に流行し次第に愛好家が愛好家が競い合うようにデザインに凝った交換札を作るようになります。こちらの画像は多色刷りでイラストも入っていてこだわりを感じる札です。このように名前を大きく見せる必要があり。 見栄えの良さを大事にする千社札でもかご字がよく使用されます。こちらは現代の新宿の写真です。江戸時代から提灯は看板としても利用されるものでした。現代でも提灯を看板にしているお店は数多くあります。このようなこの写真のような赤提灯系といえば。安くお酒を飲める現代日本の大衆向けの居酒屋を指します。 この提灯に入れる文字も江戸時代から変わらずかご字がよく使用されます以前と比べて社会が安定した時代大衆文化が発達しまた文化とともにある文字にも思考が凝らされました読まずとも形だけで雰囲気の伝わる印象は効果的だったと思います看板用告知用の文字と考えると 遠くからでも見栄えのする極太書体が発達するのも自然な成り行きでしょうここまでに紹介した書体の登場は今より200年以上前のことですが歌舞伎や相撲など各文化を愛する人々がその文化の雰囲気を持つ文字にも愛着を持って同じ用途で同じ書体を使い続け文化と,と一緒に書体も現代まで引き継がれました。 現代でも江戸,のふ江戸の空気や文化を伝える書体として活躍していますさて時代は変わって現代です活字社食の時代を経てデジタルフォントへ江戸時代から随分状況は変わりましたそして現代では印刷だけでなくディスプレイ上でも書体が活用されますこれがどのように極太書体に影響するのか 国太書体の役目でもある個性の主張と目立つことというのはロゴタイプやレタリングが主流の分野でもありますそれがデジタルフォントになるとデータの扱いやすさ多くの媒体の展開のしやすさ誰でも活用できるといったメリットが生まれますそしてインターネット特に SNS が活発な近年では誰もが情報の発信者となります目立つために 個性を表現するために選ばれる極太書体は人の目に留まるチャンスに恵まれていますではここから現代で注目したい極太書体の事例を紹介していきますこちらはフォントワークス開発のラグランパンチですもともとラグランという極太書体がありましたそのラグランからより字面を大きく白抜き部分を広くといった小説を加え 極太のインパクトを保ちつつも文字がつぶれにくいよう改良されたのがこのラグランパンチですアニメキルラキルで使用されたのが有名な事例です映像内の多くのシーンでラグランパンチが大きく印象的に扱われましたラグランパンチではなくキルラキルの文字というと伝わることもあるほどです関連グッズやファンアートなどでもこの書体が効果的に使用されます この他にも、漫画想定、ゲーム関連のグラフィックなどでもよく活躍している書体です。はい、次の書体は視覚デザイン研究所開発のロゴジュニアブラックです。限界まで挑戦した太さと思い切った骨格の金が特徴の書体です。2011年に A タイプアイ主催のレターツーで入賞しています。こちらの書体は最近、YouTube のサムネイルで見かける機会が増えました。 そのままでもタイトル動画が SNS などでシェアされる際もサムネイルが表示されるのでサムネイルは本の表紙とも近い重要な画像です動画内ではテロップにも使われています無機的かつ個性的な骨格がゲーム実況や VTuber といった YouTube のコンテンツと相性が良いように感じます はいこちらはゲームスプラトゥーン専用のオリジナルフォントですゲームと同じく任天堂が開発していますスプラトゥーンが持つスポーツ性とインクで遊ぶという点を意識し太くて有機的であることをイメージしてデザインされた書体です可読性も意識され細かい調節の上でゲームの UI に使用されています専用書体が使われている部分を拡大します ひらがな、カタカナアルファベットなどがオリジナルで制作され漢字は既存の書体と組み合わせています専用フォンドとしてゲームの UI のほか公式のウェブサイトやスマートフォンアプリグッズ SNS での告示用グラフィックなどなど幅広く使用されていますゲームのビジュアルイメージを一貫して表現するためのツールとして文字も重要な役割を担っています、はい こちらは白州書体開発の渾身という書体です力強く人間味のある筆文字ですベタ組でも使用されますがサイズ配置などを調節して手書き風の使用方法も相性が良いです、えー、北海道発そして全国展開となったバラエティ番組水曜どうでしょうのテロップで使用されていますよく名言が生まれるこの番組ですが集え。 旅のカリスマなどいくつかの名言はこの渾身で組まれましたその他コメディ漫画や面白 T シャツなど魂のこもったフレーズが飛び出すコンテンツでの使用を見かける書体ですはい最後にご紹介するのは金幸フォントとのです金幸フォントはタイププロジェクトが立ち上げた都市フォントプロジェクトの一つとして名古屋をイメージするフォントを作り地元で育て 世界へ発信しようという試みで開発しています名古屋で古くから親しまれている師匠マルハチマークを応用して文字を書きました、えー、文字の太さは味噌かつ土手煮といった名古屋めしのこってり濃いめの味付けにも由来していますシャチホコや名古,屋名古屋城に着想を得たソりや羽も書体の特徴です生生き生きと遊び心があり お祭りにも似合う活気のある書体です、えー。金シャチフォントトノを使用したお土産が現在名古屋で販売されています。こちらは名古屋弁を金シャチフォントトノで組んだ紙袋とビニール袋です。えー、T シャツやトートバッグにもなっています。今私が着用しているのも金シャチフォント T シャツです。えー、文字メインのグラフィックですが、 名古屋の雰囲気を持った太身の文字を使用することで、名古屋らしさのあるご当地グッズに仕上がっています。お土産お土産以外では名古屋ドームに続く道のフラッグ装飾があります。名古屋言葉を紹介するフラッグに金シャチフォントとのが使用されました。タイププロジェクトタイププロジェクトでは、この健一フォントをフォントとしてリリースするために開発を進めています。今後の展開もお楽しみに。 はいこのように極太書体は目立って強い個性を発揮することができます作品やキャラクターのファンがそこで使用されている文字にも興味を持ったり地域を盛り上げる活動をしていく中で関関連すすするる文字にも関心を寄せたりりことがありますそのようなもともとは文字やデザインに興味のない多くの人々にも極太書体はストレートにイメージを伝えます 現代ではインターネットやデジタルフォントといった環境が整っているのでウェブサイトやグッズなど新たな使用の可能性が生まれやすいです目立たせるために数文字だけ使用したい場合はフォントの購入をためらうこともありましたが近年普及しつつあるフォントの年間定額セットに入っていれば使いどころを見つけた際に追加のコストなしで使用することができますはい 目立って個性を発揮する極太書体は時代の空気や文化の雰囲気を力強く表現できる文字書体ですそのことを作り手と使い手が共に意識していくことでより豊かな文字表現が可能になります現代は江戸時代に次ぐ極太書体の交流期だと思います江戸時代では文化とともに文字表現も活気づき後世まで残る書体が生まれました 威勢の良い極太書体は再び現代で人々の愛する文化と共に世の中を盛り上げる原動力になるのではないでしょうかタイププロジェクトではその一つの答えとしてキンシフォントを開発していますまた他の作り手によってより多くの極太書体が登場し今の時代を活気づけることを期待しています以上ですご清聴ありがとうございました